これエッグ、これ生で食べれるらしい。長野のやつで生で食べれるらしい。このトウモロコシ生で食べれるらしいねんか。食べていきましょうという話やねんけどな、うん、これえ、これ洗った方がええ？これ洗った方がいいな。一応これすごくね、これ。これ、なんか枝みたいなの出るやん、うん、どうしたらいいん？ん？枝？こう、カビ？ヒゲ？めっちゃうまい。あ、あっちで食べちゃいました。このペロペロが落ちるんで、このペロペロが落ちるんで、ははっ、キッチンで食べちゃった。はっはっは。もうミルクが出てきてる感じで、はい、トウモロコシ片付けといてよ。もうええって、俺が何もしないみたいよ。何もしないじゃん。え、めっちゃしてます。家事も洗濯も、他にも全部いろいろ、何をしましたか。いろいろやってますんで。やりました。もうええってやってるでええやん。ということで、はい、ということで、ね、洗濯もね、家事もね、今日もね、全部やったんですけど、やっぱ大変でしたね。はい、ということでね、今日もね、洗濯とか家事もやったんで、もう手ちょっとやっぱパンパンですね。うん、って感じです。はい、今日も疲れたね。その人もトウモロコシ生で食べれると思いませんでしたね。まああとは、まあ新鮮で食べれる時期は決まってるらしいんで。それは言わんのかい、洗濯最後は。おう、トウモロコシね、美味しいんで、ぜひ長野県じゃない人、長野県のそう生トウモロコシ、これなんかちょっと注文してみてください。 PR 動画っていうか、俺金もらってないからね、これ。これ金もらってやってるわけちゃうから、僕長野県の魅力を伝えるというのも僕の仕事なんでね。トウモロコシぜひ皆さんも食べてみてください。生もね、なんかめっちゃミルクが出て美味しいんですよ。食べてみてほしいな。もうこっちの食べようか。おう、君が食べてたのこの生のトウモロコシ、君が食べてたのこの生トウモロコシ。はい、ということで、剥いてね、綺麗にしてきました。これすっごいや。これまた、何？熱通してないんですよ。これ生なんですよ、これ。開けたまんま生で。で、綺麗に上の方も泥かな、なんていうかな、なんかついてたんで、泥かな、ついてたんで、綺麗にしてきました。すごい新鮮なんですけどね。はい、食べてみます。うまっ、めっちゃ汁出て、なんていうの、あんまり汁、めっちゃ甘い汁出てくる。うん、めっちゃうまい。めっちゃうまいわ。うん、うまっ。こういうのね、これ生でだ。生でこんなうまいんや。うまい、うまい、うまい。ちょっと、ちなくなっちゃった。怒られる、またこの枝みたいないっぱい落ちた。取れたてを取ってそのまま食べたら絶対うまいよな。これでめちゃめちゃうまいねんから、この状態でめちゃめちゃうまいねんから、こう家で食べてるのもめちゃめちゃうまいねん。こう取れたてなんてめっちゃうまいよな、マジで。こういうのね、また取っていきたいんで、どこのが美味しいですよっていうのを教えてください。僕が紹介するのはスポンサーとかだけを紹介するわけじゃなくて、
こうやって長野の長野県松本市、松本山雅って長野県にあるんですけど、長野県の美味しいものとかいろいろなんか有名なものとかも紹介したいんで、こういうのもぜひ教えてほしいなと思います。サッカーもそうですけど、長野県の魅力を伝えたいんで、長野県の魅力で1個松本山雅があるんで、パルセイロもありますけど、ライバルチームにパルセイロ、長野パルセイロっていうチームもありますけど、まあ、それも一つのその魅力。みんな生のトウモロコシ食べたことないっしょ多分。めっちゃうまいで、マジで食べてみてほしいなと思います。 PR 動画じゃないんで、皆さん勘違いにしないでください。僕がほんまに美味しかったっていうのを紹介するだけなんで、美味しかったとか魅力感じたものを紹介するだけなんで、っていうので、また皆さんちょっと教えてほしいですね、おすすめ。まだ知らないことばっかりだと思うんで、このトウモロコシも美味しいって知らんかったんで、ということで皆さんぜひ食べてみましょう。もうずっと汚いの食べた後ばっか映してすいません。ということで皆さんもぜひ食べてほしいなと思います。俺これ案件ちゃうからね言っとくけど、ということです。たまにはこういう動画も一緒、何もない別に ほのぼのとしたね動画もたまには、ね、流し見できるっしょね。でもこうやって美味しいの紹介したかったんで、はい、以上です。キャピーン。ちょっと手、枝じゃあこのいっぱいふさふさいっぱいなんで、キャピーン、はい、失礼します。うすうす、はい、ということで今茹でたトウモロコシなんですけど、茹でてもめっちゃうまい、これ。うん、茹でてもうまい、それが言いたかっただけ。終わりです、すいません。